はい、大きいクッション。なんで二人して避けていくの？周りを周り歩いて。いいんだよこれ座って、これいいんだよ、通行していいんだよここ。チャチャとか好きそうだけど、ふわふわしとるよこれ。プニ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 。最初はもう行っていいのかどうかっていう感じだと思うし、怖いよね、吸収されるからね。そこかあんた、あくびが見えんかったわ最後まで。最初から見えんかったわ、最後だけ見えたね。沈み込みがねすごいの、こんだけあるからね。結構もう高さで言ったら真ん中らへんとかチャチャの頭よりあるからね。寝そべった時同じくらいか。で沈み込んだらいいか。歩いたことはねないかな。マルくんあっちゃん見たる。マルくんも座りたいよね。これどちらかというとチャチャやね、こういうタイプは。チャチャ姫様やで、お姫さんやで。暑いかな。チャチャがね多分これ、これ絶対可愛いよここ座ったら。多分真ん中座ったらこう沈み込むよね、チャチャの体重分。入っちゃってるよそれ。一回出ようか。マルコも一回出るよ。マルコ一回出るよ。マルコ出るよ。出たくない？どうやって出るの？どうやって出るの？出るよ。はいチュー。スティックタイプのチュー。あどうする？真ん中に結構広いからね。結構大きいから多分歩かないと。動かないんじゃないか。出しとくか。お、乗った。全然乗るじゃん。乗れるのあんた。これでもうのかなり慣れるんじゃない、これ行くだけで。よし食べようか、食べよう。チュールのスティックで。うん、いけるね、全然いけるじゃん。ちょっと硬いよスティックで。噛んでいいよ、ちょっと舐めるね。感覚を味わったというか、乗るね。このクッションに乗るきっかけをマロンをしっかりしっかり取っていった。もう3分の1ぐらい取ったじゃないかってぐらい引っ張っていったからね。ここにね、あー落ちちゃったよ、落ちちゃった。マロン君あげるあげる。このクッションに乗るきっかけになればね、よいしょ、後から乗れると思うんでね。一人でもうだって全部乗ってるもん。マロンちゃんすごいね。いや可愛いね、合うね、合うね、やっぱり正解だ。これね、実はね、隠し扉の動画で使ったね、クッションなんだけど、やばい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 、持ってかれる、危ねえ。全部持ってかれるとか言った。ちゃちゃ落ちてた。全部持ってくじゃん。噛む力が。マロンくんだ。はい、ちゃちゃおいで。左足だけ乗ってないよ。ちゃ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 。あとね、落ちちゃってる、落ちちゃってる、落ちちゃってる。はいはいはい。落ちちゃってる。よいしょ。お菓子だらけになっちゃう、クッションが。はい、マロク食べ。ね。よしよしよし。そう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 。あー、手噛んだー、この子。手口に入れたよ。薬指、がっつり口の中入れてきたけど。はい、ちゃちゃね。見返して。あー、手使ってよ。この子、器用だからもう。うん、あ、チャチャも噛めたよ、今。マロンくんも。マロンくんは、なんか、半分だけ。持ちそうだもんね、お尻がね。はい、こっちおいで、こっち。こっちおいで、はい。チャチャおいで。よし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 。よしよしよし。おいしい？マグロおいしい？全部取られそう。もう、数回に分けて食べてほしいな。
ちゃちゃ落ち着いて、あ、やばい、あ、やばい、持ってかれた、あ、なくなったなくなっちゃった。マロン全部持ってったんだけど、あれ、変なとこにいる。気づいた、我にもらった。もうないんだよ、ないんだよ、なくなっちゃった。ほらマロンが最後全部持ってったからね。我に気づいたときに、なんか変なとこいるぞって、あ、すごい気づいた、なんか変なとこ乗ってる。ちゃちゃあんた可愛かったよ真ん中に匂い嗅ぎ、最後匂い嗅ぎたいけど真ん中にあるから回ってるよ。さっき入ってたでしょあなた、食べてる時しっかり入ってたからね、しっかり入ってたんだからね。お、あー偉い、あ、すごい、うまいじゃん。